ービ<ズ>後藤厚生労働大臣は25日、塩野義製薬が開発した新型コロナ治療薬について薬事承認がされた後すぐに100万人分を購入することで合意したと発表しました。塩野義製薬薬株式会社のの新型コロナウイルス感染症の蛍光治療薬 S217622 の購入について本日基本合意に至りました薬事承認がなされれば速やかに100万人分をそれ以降も一定数量確保するという内容であります S217622 は軽症者向けの飲み薬で薬事承認が降りれば国内企業が開発したものとして初めてになります 塩野製薬は2月25日に薬事承認の申請をしていますがこれまでの新型コロナ治療薬とは違い海外で承認された実績がないため審査を一部省略できる特例承認の制度が使えず承認が下りるまでは一定の時間がかかる見通しです。